What's up, dogs? フニです。今日もケンドリック・ラマーの、オールライト、ラップ方法とリリック解説やっていきたいと思います。なんでこれやってるかっていうと、ライターの人たちもね、リリックっていうのは、ちゃんと訳してくれると思うんだけど、ラップすることで初めて、あ、ここでライミングしてるんだってことがわかるんで、そうするとやっぱ体にね、入ってくるっていうことで、やっていきたいと思います。じゃあこの前のおさらいもちょっと含めて今日やるところまでのフレーズをまずはやってみましょう。 I wanna wake up, I recognize you looking at me for the fake car. Bahama Sabri looking at you for the face down. On my collab in the room with the bass down. Skinny, I wanna tell about my life. Painkillers only put me in the twilight. Red pretty pussy, I bet you I'm in the highlight. Not tell my mama I love her, but it's through a lot, right? Lord knows, 20 of them on my Chevy. Tell them all to come and get me ripping everything I sold. Some more, come and hit me, no, let me in my head. Some more rapper than my motherfucking youngster. Science won't let up. Monday で行ってみましょう。今日はね、本当に結構もうコアな部分なんで、まあ、サクサクいっていきたいと思いますが、まず But homicide be looking at you from the face down っていうフレーズ。 But はしかしで、 homicide っていうのは殺人犯で、 be looking at you は looking at you は見ている、お前を見ているってことだね。で、from the face down で、face down っていうのがなかなか癖のある、まあ、言い回しで、伏せるっていう言い方もあるんだけど、脅迫するみたいな言い方もあります。なんで、ホミサイドがお前を見ていて、しかも脅迫してるんだ、つまり殺人犯がお前を見ていて、しかも脅迫している。で、その次がで、What Mac 11 Even Boom with the bass downで、What ってのはまあ簡単詞の What なんで、What the fuck とか言うじゃん、なんてクソなんだみたいなことを What the fuck って言うんだけど、その What です。で、Mac 11っていうのはサイレンサー付きの銃なんだよね。で、Mac 11を使うと普通ね、銃撃つとブーンって、しかもアメリカって銃を撃つ効果音ってブーンブーンってこう書くんだけど、その What Mac 11 Even、 この後に Even、 何々でさえの Even が来る。 What Mac 11、 だからここで2つ踏んでんだよね。その What Mac 11、 Mac 11は MAC の11で11ね。で、 Even、 だから11と Even で踏んでる。 What Mac 11 Even Boom with the bass down、 つまりなんて Mac11クイレブンはブーンっていうこの音を下げてくれるんだっていうことだよね。だから殺人犯がお前をずっと脅迫して狙ってて、しかもこのマックイレブンってのはボーンっていう音を消すようなサイレンサーなんだっていうことなんだよね。で、その後にスキミン、スキミン、スキミンってのはスキミングだね。カードスキミングされちゃったとか、要はもうずっとこう盗み見して取られちゃうみたいなね、スキミンっていう意味がやってくる。で、スキミン、アンで、and let me tell you、 let me ってのは何々させてっていうことだね。 let me know、 let me know とかよく慣用句で言うけど、教えてみたいな、 let me know で教えてっていうようなことでよく使えます。で、 and let me tell you、 だからお前に伝えさせてくれって言ってんだね。そして俺お前に伝えたいんだよ、 let me tell youBout ってのは About の略だね。 About my life、 俺の人生についてお前に伝えさせてくれ。 And let me tell you about my life。 Painkillers only put me in the twilight。 Painkiller っていうのは鎮痛剤のことです。で、 Painkillers only put me in the twilight。 Put ってのは置くとかいうことだね。だから、で、 Twilight ってのは黄昏時だから、鎮痛剤だけが、鎮痛剤のみが俺を黄昏時に連れてってくれるんだっていうような言い方だね。 Pink is only put me in the twilight で、 Where pretty pussy and Benjamin is the highlight。 これは Pretty pussy ってのは、まあ、可愛いプッシー、まあプッシーキャットとか言うけど、まあ、可愛い女の子だね。 But pretty pussy and Benjamin
is the highlight. ベンジャミン、だから可愛いプッシーとベンジャミンが俺のハイライトなんだっていう意味。これだとまだ分かんないんだけど、ベンジャミンってのは100ドル札に載ってるベンジャミン・フランクリンの大統領のことです。だからベンジャミンってのは100ドルって意味。だからもう可愛い女と大金っていうのが俺のハイライトなんだぜっていうふうに言ってる。だからまあ金と女だよっていうことをケンドリが言ってるんだね。ベポリプスやベンジャミン is the highlight. で、Now tell my mama I love her, what is my lot like? Now tell my mama, now tell my mama. Now は今、tell 教える my mama 俺の母親に I love her。I love her は俺は彼女を愛してる、つまり俺はお母ちゃんにあなたを愛してるんだって今伝えてるって。でその後に But this what I like、 俺は母ちゃん、俺母ちゃんを愛してるんだって伝えてんだけど、しかし But 俺が好きなものはここにかかってくるのがさっきの金と女なんだよなっていうやましさもあるってことだね。だからもうほんとケンドリックうまく作ってる。だから天馬マンマがラババリスバラライ、母ちゃん好きなんだけど、母ちゃんも好きだけど金も女も好きだっていうような葛藤だね。ここの見せ方がうまい。でその後にロードノーズ、ロードってのは神ではね、でノーの三単元のやつ、ノーズ、神は知ってる。何を知ってるかっていうと20 oven in my Chevy、これね、もう難しいんだけど、シェビーってのはね、シボレー、車のシボレーです。で、シボレーを、アメリカ人、その、シボレーってフランス語なんで言いにくいんで、こう略して、シェビーって言ってます。で、20 oven、オブの後に、ゼムなんだけど、略して、EM で、N、M みたいな感じ。だから、20 oven in my Chevy。俺のシボレーの中の20個みたいな。言い方だから車いっぱい持ってるぜって言ってる。 20 of them in my Chevy Tell them all to come and get me。 ここはね Tell them Tell また Tell Tell よく出てくるね、 Tell よく出てくるねとか言っとく。まあ置いといて、彼らっていうよりはそれらっていうことだよね。だからその20代の全てのシボレーに俺の手元に来いって言ってるわけね。つまりまあ俺も20代持ってるし、その20代のシボレーを俺のところに来いと言っている。これはなかなかちょっと難しい表現だけど、その次にね、ガラテアの手紙っていうね、ガラテア書っていうその聖書のところが箇所があるんだけど、Leaping っていうのは刈り取る、Everything は全て、全て刈り取る、Ripping everything I saw は俺が撒いたもの、だから俺が撒いたものを全て刈り取るって言ってる。でこれねちょっと難しいんだけど、そのシボレー20代持ってるし、そのシボレー20代ってのは全て俺の手の中にもある。でそれはいきなしやってきたってことじゃなくて、俺が撒いたものを刈り取ってんだからあって当然だろみたいな、まあ言い方ですね。なかなか生きてるなという感じです。で、そうで、その後に Reaping everything I saw 撒いたもの、その後にまた SO 接続詞の SO So my karma、 karma ってのは業のことだね、因縁とか、自分の人生にとか来世とかについてくるものだね。だから、So my karma、 でその後にまた韻踏むために Come、 So my karma come in heaven まで言ってる。だからそのカルマっていうのは俺の天国まで追っかけてくるんだって言ってます。でこの後がまた難しいのが、No preliminary hearings on my record。 でこれはねもう覚えるしかないんだけど、プレリミナリーってのは予備で、ヒアリングってのはまあヒアリングスってのは聞き取りで、ノープレミナリーヒアリングスって言ってるから予備に聞き取ることはなかった、つまりその予備公聴会ってのはなかったっていうような、この辺はちょっと難しい言い方なんだけど、
事前に聞かれることはなかったんだよ。で、On my record って、On record って記録上っていう意味があります。だから、もともと事前に聞かれるっていうことは記録上に残ってない。まあ今ここで意味わかんないけど。で、No preliminary hearings on my record。で、その後に、I'm a motherfucking gangster in silence for the record。で、また来てる。で、ここは、私は何々である。あ、motherfucking gangster。motherfucking ってよくこう、motherfucker って言われるけど、マダーファックだから、お母さんをファックしちゃうほどバカなやつっていうことなんだけどね。つまりみんなの周りに自分のお母さんやっちゃったみたいな人いないじゃん。だからそれぐらいありえないよってことがマダーファック、マダーファッカーっていうことなんだけど、 I am a motherfucking gangster。 俺はもう超やばいギャングスターだから、イカれてるギャングスター。 In silence で For the record っていうのが これもね、まあレコードって単語がすごく難しいんだけど、みんなあのバイナルのレコードとかそのそういうふうに思っちゃうんだけど、 For the record でこうはっきり申しますとっていうイディオムなんだよね。だからはっきり言ってっていう言い方で、 I'm a motherfucking gangster for the record だったら、はっきり言って俺ギャングスターだからっていうような言い方になっちゃうんだけど、ここに In silence って言葉が入ってくるから、I'm a motherfucking gangster in silence for the record. って言うんだけど、 in silence だからこう静けさの中で言ってるわけだから、意味を not ってことはないけど、意味をひっくり返してはっきりとは言わないけど、俺はやべえギャングスターなんだぜ、もともと誰かに言ってるわけでもないし記録にも残ってないし、でしかもそのカルマってのは俺のヘブンまで追っかけてきて、なんでかっていうと、これこんだけ儲けちゃってるし、でもこんだけ儲けてるけど悪いことしたわけじゃなくて、俺が蒔いた種を刈り取ってるわけだから、ああっていうのが今回のフレーズです。なかなかね難しかったけど、これを覚えさえすればもうあとはほぼほぼあともう一回山があるかな。でもここが本当一番挫折するとこなんで、もう一回おさらいやって今日は終わりたいと思います。ではお願いします。難しいんだよこれ。 I wanna wake up, I recognize you looking out for the pay cut. Behind myself you looking at you for the first time. When my collab in the boom with the bass drum. Skinny, I run me tail on my right. Painkillers only put me in the twilight. But pretty pussy a vision when it's the highlight. Now tell my mama I love her voice for a lot right. Rock nose, shiny I run with my shabby. Tell them all to come and get me rubbing everything I sold. So my come on, come on, get me no grim in me. Show my level than my motherfucking youngster. Signs for the like, ah っていうことで、ああっていうことです。なかなか難しいと思うけど、まあこれはやっぱゆっくり繰り返すしかないね。まあじゃあ今日のあるいはゆっくりやってみたいと思います。But homie さ、ちょっとこれタバコおかしいね。ねえ、もともとね吹奏楽部だったからリズムの練習ってのはすごいやったんですよ。But homie さ be looking at you from the face down.But Mach 11 even boom with the bass down. Skimming around me tailbone my life. Painkillers only put me in a twilight. Where Puri Prissy and Benjamin is the highlight. Now tell my mama I love her what is about life like. Road nose, turning over me my Chevy. Tell them all to come and get me repping everything I show. So my come on, heaven up, ramming, let me hear and show my record. I'm a motherfucking youngster. Silence for the record. っていうことだね。これをちょっとずつ早くしていけば、Johnny Obama, my shabby tell him all to come and get me rapping everything I saw. Someone come and hit me in the frame, name, hand, someone up at the moment, I fuck gangster, shine, someone right, になりますんで、これが言えるようになると、うわ、自信ついたラッパーだみたいな気持ちになりますんで、なんつうのかな、最初から全部は絶対できない。一個一個分解して組み立てていくっていうことを、実はね、ラッパー派手に見えてますが、やるべきだと思ってます。ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。